こんにちは、山本道場の誠司です。さて、これは私が提唱している、ネイティブゴルフスイング、それの入り口である魚付きドリル、ね、これに関してのことを今日も話をしていくんですけども、ちょっと私がですね、駆け出しのインストラクター時代に自分を去ることながら、先輩インストラクターとかのことを見て、まあ、単純にですね、まあ、これは、インストラクター側からじゃなく反対の生徒さん側からこれってどう思ってるのかなっていうふうに思ったことについて話をしたいと思います。はい、それはですね、振り幅、まあ、よく、そのゴルフの練習をするときに、まあ、ハーフスイング、まあ、ハーフスイングというのは、まあ、これをハーフスイングという場合もあるし、まあ、これをハーフスイング、まあ、腕が地面とスイング、まあ、大体これが全部のスイングの、まあ、半分ぐらいという形で、それからこうちょうど腕が地面と水平、まあ、これから、まあ、ちょっと時計の文字盤で、12時、6時、9時、3時と、ね、いう形でですね、まあ、時計の文字盤の9時から3時、これがね、クセモンなんですよ。このシャフトが地面と平行で打つというのは実は非常に難しかったんですね、私は昔。そしてレッスンのカリキュラムにもありました、ね、はい、シャフトが時計の文字盤の9時から、はい、3時という素振りをこうやってですね、で実際に打ってみせるわけですけども、まあ私もやってました、ね、その時に、はい、それではまず、時計の文字盤の9時から3時の振り幅でいきましょう。はい、じゃあやってますね。はい、構えます。はい、9時3時、まあ、ちょっと大げさにやすぎましたね。はい、はい、いきます。9時3時、こういうものをよく目にしたんですし、私もやってますけど、でまあいいわけです。これで、ね、見せて、でその後生徒さんチェックするわけです。でその時に、ね、はい、こう生徒さんも9時3時やるんですけども、ほとんどの人がだいたい9時から上上がってるんです、ね、そうすると私たちはあ、ちょっと上がってますからもうちょっと小さく、ね、シャフトが、ちょうど9時の、ね、時計の文字盤の9時の位置、もしくはシャフトが地面と平行の位置、これぐらいで打ちましょうと、こういうのです、ね、先ほど私の動画見ました、ね、スイング見ました、ね、私あれで昔のその和製スイングでですね、これ9時3時なわけです。いや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 、もうめっちゃ上がっとるやんと、こういうわけです。これですね、このシャフトが地面と平行からっていうのは実は相当左手のリードでは難しいんですね。先ほどの私の時見ました、上がってますよね。実はこれ上がっていながらですね、これ生徒さんも分かってるわけです。いやいや先生上がってるんだよとは、まあ、言わないですよね。でこれはまあ私も、まあ、私だけにしてみましょう、ね、私はもうすごいやりにくかったね、でもこれ私は自分で動画である時こう見てですね、びっくりしたわけです。鏡で見てもびっくりしたわけです。上がってるなと、もうちょっと下、もうちょっと下で打つとですね、シャンプするわけですよ。とてもこの位置からこうは打てない、ましてやもうちょっと小さい振り幅がありましてですね、8時から4時みたいなのもあるわけです。この8時から4時に至ってはですね、もう一切もうこう打つ時間がないというか、もうクラブコントロールできないわけです。でありながら生徒さんには、レッスン生には、いやこうしてくださいっていうのを言っていたわけです、ね、まあまあ実際にそれぐらいの意識でと私は思っていたんですけども、
まあ、オーストラリアに、ね、行って、いろいろ向こうのスイング理論を学んだときに、やはりこうポジショニングであるわけですよね。めちゃくちゃ小さい動きでもボールを簡単に打つわけですよ。例えばもう本当にもうこう9時から3時という振り幅ででもですね、もう簡単に打つわけですよ。もうなんかちゃうぞと、やってみても絶対に思ってるより大きいわけです。でそれよりも頑張ってキュッて下にしたらもうシャンクが待ってる。で、まあ、頑張って練習したらできるんですけど、この細心の注意を払わないといけないような、なんかデモンストレーションのために練習してるような感じでも、向こうの選手はまあもういとも簡単にももうまあ振り幅なんて考えてないんですけども、まあもうこういう予備動作とか一切なくですね、もうこう打つわけですよ。根本的になんか違うんだというのが、私のまあフィーリングというか、まあそっからちょっと根本的に日本人と欧米人のタイミングが違うなというふうに感じて、まあ魚突き取り、レイキングボルスインというものを、まあ、発展させてきたわけですけれども、これはもうまだまだです。同じようなタイミングになったというだけでまだまだ発展していかなければいけないと思ってるんですけども、よく私が動画で言う、もうそもそもが違うんだったらここなんです。もう日本人の視点、日本人の考えで、そもそも日本人のやり方をしていてはもう絶対難しい。さあここで皆さん、今まで魚突きドリル、ね、下から上、そういうものをやってきておられてですね、まあ前にもいろいろチェックポイントを言ってましたけれども、一回この小さい振り幅でというね、こともやりますけれども、さあ今回のテーマです。まあ動画を撮ってみて、時計の文字が満タン9時、シャフトが地面と平行、そして、まあ、こっちはいいです。この9時という位置からそのままのタイミングでハンドを使わずに9時、3時というピタッとした振り幅でボールをもう苦もなく打てるかどうか、これをチェックしてます。まあ、ちょっともう一回出し合って9時、ですね、はい、9時から3時、ここは10、上上がってますか、上がってませんか、私上上がってますか、上がってませんか、合ってないという、ことなカメラマンも言ってますので、まあ、こういう感じでね、でこれを本当に完璧にできたら、この地面反力を利用するための下半身の動き、これはもうできてると思いますので、ちょっとね、まあなかなか地味な練習ではありますけれども、同時にですね、これ9時から、ね、まあ振り幅のこの9時、この位置からボールを一生懸命打ったらダメですよ。もうなんて僕もなく、当たるじゃないかと、いう風なフィーリングを掴んだら、もうこれはもうはっきり言いましょう、魚突きドリルできてます。それはもう間違いないです、ね、ですからまあこれぐらいだったら、まあもっと8時4時でもいいわ、別に8時4時でもいいです。8時4時だったら、まあマットを使ってね、マットを使って自宅でもできるかと思いますので、これを、やってもらうと、これができると何回も言いますけど、魚突き取りのこういうタイミング、特にこの足ですね、この足のこのタイミングはできます。まあ、これをね、基準に、もう一度魚突きドリルができたなと思ったら、これ検定試験でもないですけどね、いやもう検定試験にしましょう、ね、これができたら、仮免許と
いうことに、仮免許かよと思うかも分かりませんが、もうちょっとあるんでね。でも入り口は全く間違ってませんから、自信を持って続けてもらえればいいかと思います。はい、ちょっと話は長くなりますけれども、魚付きドリルについてのチェックを、そして、少しですが私の昔の疑問ね、こういうものを動画にしてみました。じゃあ皆さん頑張ってください。